こうなんか動線が一応あるんですが、人が一人通れるのがギリみたいな感じになっているわけですよ。ちょっとこれはなんか固まってるんですか、何なのこれ。おー怖え、このままになってるのも怖えな。いやーこれもう家主もね、貸した方もこうなるとは思わなかったでしょうね。家主も貸した方も借り主に見てほしいねこれね。いやもう絶対に見せられないですキーボードも弾いてるんですか一応。まあ一応まあ本職ではあるので。本職ってもだって今何もできないじゃないですか。ドラムも、あ一応まあギター、まあ、さ曲作るとき最近はギターとかそういうの。曲作るんですか。まあ一応この部屋で。いや、まあ、1階の方がメインですね。ああ、まあ確かにこういう狂気的な部屋の方がね、なんか曲はできるみたいなこと聞いたことあります。誰が言ってたんですか。なんか誰か言ってた。誰か言ってた。思い出せないけど。思い出せないけど。あ、藤田さん、こんなところにジョイボールが。ジョイボールが。いや、本当にこんなところ。本当にこんなところにジョイボールが。すみません、ハイコンのコントラだけ。いや、プレステとかいろいろ入ってますね。なんでコントローラーこんないっぱいあるんですか。なんかコントローラーいろいろセットみたいなの買ったらなんか入ってました。好きなんですかコントローラー。コントローラーそうですね、やっぱ眺めるだけで。こんなとこで。ファミコンここって言いましたっけ。まあそうですね、ここにも。あーでもすげえありますねこれ、うん、じゃあハミカセが一般の一番こうですね。あ、そうですね。ちょっと見ていいですか。どうぞどうぞ。あ、なんかここでもゲームボーイポケットの箱。あ、一部、そうです、ちょっとゲームボーイポケット箱付きとか貴重なものがありそうですね、結構。ここはじゃあ結構大事なものですか。まあ、大事なものは、まあ、とりあえず、まあ、裸ソフトを一回まとめたって感じで。このファミコン片っぽコントローラー。ドラクエ3とか、なんか貴重なハミカセとか持ってるんですか。あ、多分貴重なハミカセはそんなの入ってなかったな。え、どっかあるんですか。これが本物だったら、まあ多分貴重なんでしょうけど、こっすとは。あー、丸をね。まあ、本物とかそういう概念、あんまないんでね、それね。はい。こんな感じでね。あって、まあハミカセ結構あるわけですよこれ。ここもまあでもハミカセは結構ベタなやつが多いんじゃないかなこれ。そうですね、それもいろいろセットのやつがこの中に入って。あ、でもなんかすげえ貴重なやつありそうじゃないこれ。まあもしかしたら。ああ、もらっていい。いまあ物にもよりますけど。あ、物にもよる。こんな3層まであるよ。まあ今んあでもスパンドスパイとかも意外に貴重かもしれないですね。あ、そうです、ね、うん、なんかすげえのが見つけたいですねこうなってくるとね。ここは、でもマサシンさん一応ファミコンの貴重、貴重でないって分かるんですよね。まあなんとなくは、まあ、有名どころ。あー、なるほどね。高いってのはもちろん知ってますけど、うんうん、ファミカスはこんだけあるのは楽しいっちゃ楽しいね。結構でも割とね普通のやつが多いのマジで。ワイワイワールド意外に。あー、でもここは結構本当に普通なナンバーが多いですね。せっかくなんで全部見ますか一応。まあでも結構割とまあ普通のナンバーが多かったですねここはね。これキッズギアのいいやつだね、ばあちゃんやつだもん、ね、いいっすよね、うん、どうなんでしょうか。これはなんで買ったの。いや、それもなんかヤフオクとかのなんかごちゃ混ぜセットみたいな。あ、でも液漏れの跡があるから多分。え、でもこういうのも壊れても直せる。あ、ゲームギアまだチャレンジしたことないんですよ。ゲームボーイが得意ってことですよね。まあでも一応原理みたいなのは分かっているから、うん、もしかしたら直せるかなとは調べながらね。なるほど。そのインターフェースユニットはちょっとあんまり開けてみます。あ、そう、持ってもらいたいですね。はい、それは何で買ったんですか。いや、これもごたまゲットの中に入ってて欲しいわけじゃなく届いたら、俺は存在知らなくて気づいて届いたから調べたんですよ、うん、貴重なものだったっていうのが。これの箱付きは見ないかもしれないね。箱付きは初めて見たね。これインターフェースユニットはまあ結構見るじゃん、うん、これは PC エンジンがね、そうですね。こう説明すげえな。え、PC エンジンも CD-ROM も入ってるの。あ、そう、そうですね。これ超いいじゃないですか。かなり綺麗なデザインインターフェースユニット。貴重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 。これいくらで購入したんですか。これいろんなものが入ってて多分12,000〜13,000だったかな。ああ、もう ここでも入ったってことですね。これもその中に。そう、それも入ってて、うん、これだけでも1万以上ですよね。高い、うん、かなりいい買い物です、ね。うん、説明書もまあ結構綺麗だし。ああ、これいいっすか。あ、これはさすがに。さすがにダメ。さすがにこれはこれはね、ちょっとやりすぎですね。いや、いいって言うなら持ってくよ、まず。いやいやいや、これは言わないですよ。言わない。すいません。ああ、それダメなんですね。コナミのハイパーショットが入ってる、うん、そう、何個か入ってるよね、ハイパーショットが。あ、そうですね、この辺なんかこれ、処分をすればいいんじゃないですか。いらないなら売るとか。いや、まあどっかのタイミングで、まあさすがに数増えたら売らなきゃなと思ってるんですけど。ずっとそうやって続いちゃうんですよね、多分ね、うん、まあいずれはちゃんとしたお店みたいな感じにしたいんですよ。なんかうちと同じような発想だね、これは結構、うん、でもうちよりは空間あるからもったいないと思うんだよね。そうですよね。これはそうです、大体ゲーム系。あ、ゲーム系、あ、ファミコンがそんなあって箱付き。上は布団なんですね。あ、上は布団なんで関係ないです。買ったまま開けてないと。そうですね。どこで寝てるんですかこれ。あ、1階で。ここ
スまでチャリで1時間半。そうですね。駅まではどのぐらいなんですか。まあ駅までもまあ1時間ちょいですね。チャリで。ええー。歩いたら。歩いたら6時間かかりました。最寄り駅が。ええー。そういうとこがあるんですね、埼玉県に。あるんですよ。すごいですね、それ。うん、まあ3万円の一軒家だから。ああ、まあ別荘みたいなことですもんね、そうですね、これね、うん。別荘に住んじゃましたみたいなことですもんね。Xbox 360もあるとか。これは何ですか。あ、それはスーファミとか。あ、スーファミ系の。このなんかケースみたいなの、ファミコンとかですかね、やっぱね。ファミコンがいっぱい入ってる、とにかく。これはただの、そうじゃ、本体だけで。ああ、でもうちもね、こんな感じになってますよ。本体系がやっぱこういっぱいあって、うん、こういう感じだよね。この辺が、多分コントローラーとか周辺機器とかさ、うん。いや、本当にうちのクローゼットもこんな感じですよ、うん、マジで。まあ、比較的ちょっと珍しいのは奥に、スーパーカセットビジョンあります。うん、スーパーカセがあるの、どこにあります。あ、これです。あの、この段ボール。あ、本当だ、うん。これ使えるんですか。これ一回そのつけてみたんですけど、なんか画面が結構ビリビリってなってて。あ、これ RF スイッチでしたっけ。そう、とにかく面倒くさいですよね。そうなんですよね。これは何ですか。それは何ですか。あ、これスーパーカセットだ。おー、懐かしい。うわー、すごい。エフォークの。あ、プレステミニの箱がこっちにある、なぜか。あ、そうですね。なんか DS がいっぱいある。あと、64の箱付き。これ懐かしいっていうか、このモグロサンプルですけど、この未開封のシールがリバティですよね、これね。そうですね。リバティって、ね、リバティって最近もう秋葉原ぐらいやって。ああ、もう最近全然行ってないんで分かんないっす。前はね、荻窪とかいっぱいあったんですよね。ああ、ですよ。うん。星ヶ谷にもありましたね。ね。リバティと、あと R って分かる？ああ、分かんないっす。リバティ R みたいなのが同じ系列で、系列か同じような感じでやってて。今はもうね、ほとんどゲオとかになったじゃないですか。この家でファミコンってできるんですか？あ、一応、あっちの部屋にはもうすぐできるようセットしてあるんで。一番大事にしてる貴重なもの、はい、思い入れのあるものってどれなんですか。思い入れとか多分一番高いかなって思うものが、ね、値段的に、はいはい、それがこのね、家賃3万の家に何があるのか、はい、何があるか。さっきのインターフェースユニットよりも高価と。ああ、多分全然高いっす。これ分かります。ああ、なんか開発機みたいな。あ、開発、そうです、うん、これはその DS をその開発するような、要はテレビで DS の画面を2画面で、そうね、なんかイベントとかで、あのメーカーの人が持ってくるやつだね、これは何で持ってるんですか。いや、もうこれヤフオクで。いくらで購入したんですか。当時3万円ぐらいなんですけど、この間調べたらもう15万円とかで売れてたんで。これでいいんですか。俺これはダメです。これは、ああ、だって10ヶ月分の家賃がね。そうですね、5ヶ月分そうですね。インターフェースユニットだけはダメっていうか、これはいいのかなと思って。これもっとダメです。ああ、そうなんですね。これがまあ一番大事にしてる。これが、そう、そうですね、一番高。これは何に使おうと思ったんですか。いや、普通にもテレビでもう DS やりたいなと思って、大画面で。ああ、なるほどね。で、調べたらこの存在を知って、ああ、買おうと思って。で、さらに買った時より高くなってると。そうなんですよ。よかったですね。プレミアついちゃった、まあ、じゃあこれが一番この家にある高額なもの。そうですね。これも一応まあ思い出はあるというか。これはそう、俺が幼稚園の時に実はあったんですよ、家にスパカセを。じゃあ幼稚園の頃あったと。幼稚園も家にあったんですよ。なかなかこれもね、貴重ですもんね。じゃあ一番高額なやつはまあその、そうですね、開発機みたいなやつということなんですけど、うんうんうん、じゃあマサシンさんが一番思い出が強いゲームちょっと見せてもらっていいですか。思い入れというと、こっちじゃない、こっちの部屋。うん、あっちですかね。じゃあ、こっち側にある何なんすか、思い入れあるやつ。思い入れって言ったら、まあ普通に、まあ俺が、はい、もうこの、まあさっきもちらっと言いましたけど、うんうん、まあ一番好きなゲームは、まあサガ2なので。あ、逆にそういうベタなやつが。ええー、じゃあサガ2が一番。サガ2は、そうですね、これは普通にもう年に1回は必ずプレイして。じゃあちょっと思ってもらっていいですか。じゃあサガ2が一番。そうですね。でも箱付き持ってないですね。いや、箱付き、あ、そうだ、箱はですね。あ、ありますよね、好きだったらやっぱり。あ、ごめんなさい、すいませんね。やっぱ当時持ってた箱はやっぱもうどっか行っちゃったので、うん、まあ、これもネットで買い直して。これで出てきたらすごいですね、うん、これすごいのあるじゃん、これ。すごいよ、これ、あ、さっき見なかったけど、これ見ましょうよ、じゃあここ、うん、サガの箱。これやばいよ、マジで、うん、これちょっと個人的に見たいね。ここなかなかすごいですよ、箱付きのゲームボーイとかがいっぱいあって。サガ3はここにあるし、コナン、ほら、僕ドラキュラ君。あ、もう貴重じゃないですか。貴重ですね。ドラキュラ X とかあったらね。あ、ダークナイトか。ダークナイト箱せずなくて5000円以上するもんね。サガ2がここにもありますね。うん、あと今じゃ割とどんどん貴重になりつつある。綺麗だったマリオランド。綺麗、綺麗。これ箱ピシ。え、マジで。あ、そう、それは。あ、でも、もったいない、ちょっとなんかちょっと。あ、そうだ、この辺がちょっとね。あ、でもすげえ顔もですね。そうですね、あ、ちょっとこっちもハミカセがあるじゃないですか。うん、あ、こっちもちょっとありましたね。
おお、でもなかなかすごいじゃないですか。これ何これ？モエプロと造形設備が。説明書めっちゃありますね。じゃあセガ2はすげえ思いあるんだけど。ああ、初代のゲームボーイ。あ、そう、これは結構箱もきれいなやつなので。ああ、すいません、なんかこうガサガサやりたくないですよね、本当は。いやいや、まだ大丈夫ですよ。結構貴重なものはバシバシ出てきますが。サガ2の箱は出てこないですね。あれどこ収めたっけ。消えましたね。出ないということでいいですかね。すいません。思い入れはあるけど出ないと。思い入れはあるけど出ません。箱説なしが2個出てきましたんでね。あ、すいません、じゃあありがとうございました。はい、はい、ということでね、ね、見させていただきました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お宝散策、無事に大成功ということで。よかったです。はい、あ、そうですね。もう暗くしちゃって夜逃げみたいな。夜逃げじゃないです。これから都内に出かけるらしいんですよ。それまあ感想でしたら、まあ、もったいないですよね、あれはね。そうなんですよね。スペースが。スペースもそうだし、ゲームの貴重なものだけまとめてあったらすげえって感じになると思うんですよ。なるほど。いろいろ散らばってたんでね。そうそうそう。なんかすげえんだか、カメムシだかみたいな感じになっちゃった、ね。まあ田舎ですからね。まあだから空間もすげえ上は空いてたし、うちは上も空いてないから。ああ、確かに、うん。びっしり詰まってますからね。そうですね。うん、ここって人が来て遊んだりするんですか？最後に誰か遊びに来たのは俺じゃない？え、8年前の？そう、8年7年前の俺と先代のマゾですね。と、うん、いうことで、じゃあまあ帰りますか。帰りましょうかね。はい、ということで23時前でこの青葉がやってるということで、ラッキー、入っちゃいますか。入っちゃいましょう。はい、ということで来ましたけどね。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです、藤田さん。また僕のおごりでございます。そうですね。寒いんで、これ着ていいですか。あ、どうぞ。あ、はい、どうぞどうぞ。僕の新グッズは、藤田トレーダーって。あ、後ろのバックも。バックピントもあるんで、後ろから抜かれても安心なんで。これ初めて着てます。バックピント。あ、後ろからも安心ですね。後ろから抜かれても安心なんです。素晴らしい。じゃちょっといただきます、ね、いただきましょう。行きましょう。つけ麺大盛りが3人で、はい、まどちゃんがラーメン、中華そば、特製中華そばですね。はい、いただきます。なかなか直接トラックを見せることはね、あんまり普段田舎に住んでるからないから、なんか見てもらえてもよかったです。いや、ありがとうございます。大丈夫ですか。うまい。よし、うますぎる。はい、まあ、終電も結構間際でね。ギリギリっすね。うん、で、ちょっとじゃあ、武蔵境の、はい、解散場所ということで。はい。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。まさしんさんはこの後。あ、僕、この後も別の仕事があるので。あんな遠くから都心に行くんですね。そうですね。本来はチャリで1時間半かけて駅まで行って。そっからさらに今、電車で1時間以上。あ、じゃあ、これ良かったですね、この前来て、一緒に。そうですね、ありがとうございます。はい。あ、じゃあ、なんかすごい、誰かわかんない感じになってますけど。まぞちゃんでございます。今日珍しくちょっとゲームとか、そういう周辺のものも買わせていただいたんで、すごい実りのある一日になりました。あ、それ結構買ってたよね。それはなかなか珍しい感じで。はい。はい、また機会あれば。またぜひ、お願いします。お邪魔させてください。そして、はい、渡辺さん。あー、まずくの佐渡山でございます。だって、普通のやつじゃん、だって。いやいや、一応佐渡山、普通のやつじゃんって。いや、言い方よ。人相も普通だし。まあまあ、人相は普通ですけど。格好もなんか普通になっちゃってるし。いや、普通ですよ。あの格好じゃ帰れませんから、本当に。誰か分かんないよ、マジで。いや、そう、いいんですよ。分かる人だけ分かってくれればいいんです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう、あの、貴重なお店のアポ取りまでやっていただいてありがとうございました。あ、そうです、そうです。じゃあ、また今度、また、いい方面に。そうですね。あと、まあ、あの、まさしんみたいな、そのやべえ、オタク訪問もしたいんで。オタク、そうですね、やべえやつオタク訪問、また探しておきます。一発目これなんでね、次の。いや、これね、ちょっとね、ハードルが超上がっちゃってるんで、ね。これ超えてこないと思うけど、まあ、そこそこのやつはね、じゃあ、お願いします。意外といるんじゃないかと思ってますんで。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。